衆華賞は日本中央競馬会が京都競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。衆華とは中国の詩人である徒歩や長考が秋の花として詩の中で用いた言葉、秋は大きな実りを表し、花は名誉、森、容姿が美しいという意味が込められている。聖賞は京都市長賞、日本橋協会連合会会長賞。 第15回優勝馬アパパネ第16回優勝バーベンチュラ第17回優勝馬ジェンティルドンナ第21回優勝馬ビブロス第23回優勝バーアーモンドワイ1996年に新設された4歳品馬限定の GI 競争その後エリザベス女王杯へ向かう馬も多くエリザベス女王杯へ向けた前哨戦としての意味合いも持っている試行距離は創設以来 京都競馬場、芝2000メートルで変わっていない。1995年までは、エリザベス女王杯が4歳、頻馬3冠の最終戦として行われていたが、1996年より、エリザベス女王杯が、小馬にも解放され4歳以上の頻馬限定戦となったため、新たな4歳頻馬限定の GI 競争として、新設された。創設時から、外国三馬、地方競馬所属馬が、 出走可能で2009年からは外国馬も出走可能な国際競争となった。以下の内容は2017年現在のもの。出走資格、サラ系3歳品馬負担重量、バレー出馬投票を行った馬のうち優先出走権を持っている馬から優先して割り当て、その他の馬は収得賞金の総計が多い順に出走できる。出馬投票を行った外国馬は 優先出走できる。JRA 所属馬は、下表のトライアル競争で所定の成績を収めた馬に、優先出走権が付与される。地方競馬所属馬は、上記トライアル競争で所定の成績を収めた馬の。他、大花賞、優秀品馬で一着となった馬に優先出走が、認められている。また、大花賞、優秀品馬で二着となった、地方競馬所属馬、及び、さ月き賞。 東京優秀 NHK マイルカップで2着以内に入着した地方競馬所属馬にも出走資格が与えられる。なお、本競争で2着以内の成績を収めた地方競馬所属馬はエリザベス女王杯の優先出走権が与えられる。2018年の1着賞金は1億円で、以下2着4000万円、3着2500万円、4着1500万円。 5着1000万円。距離は全て芝コース。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。各回競争結果の出展、編集、ありがとうございます。